続いてはワールドリポートです。今朝はソーシャルメディアでの誹謗中傷問題、これ海外での対応について国際部の小賀太一記者に聞きます。曽我さん、おはようございます。おはようございます。日本でもいわゆるリアリティ番組に出演していた女性が自殺したとみられることから、対策を取らなければという機運が高まっていますよね。はい、この問題は今世界中で議論の的になっています。今日はその中でもヨーロッパでの議論について見ていき、日本に参考になる点がないか探っていきたいと思います。はい、まずはドイツです。ドイツは3年前に200万人以上の利用者がいるソーシャルメディアの運営事業者に対し、明らかに法律に違反している投稿があった場合、削除することを義務付けました。事業者は原則通報から24時間以内に対応することが求められ、違反した場合は最大で5000万ユーロ、日本円で60億円もの罰金が課せられるようになりました。60億円と聞くとかなり厳しい罰則のように見えますけども、はい、ね、これ効果は出てるんですか？はい、例えば去年7月から12月ではツイッターではおよそ14万件の投稿が削除されました。しかしこの規制に詳しい専門家は、実際には悪質な投稿を減らすことにはつながっていないと指摘しています。それどころか投稿が法律に違反しているかどうかという非常に微妙な判断を民間の事業者に委ねていることに懸念を示していました。専門家は、政府から言われるがままに削除をするようになり、表現の自由が脅かされる恐れがあるとも指摘しています。非常に難しい問題があるということですね。はい、ただそれでも被害者のことを考えると、何かしらの対策は必要ですよね。そうですね。その点イギリスでは最近、悪質な投稿をする人を取り締まるために IP アドレスを特定しやすくする法律を求める声が出ています。この法律を求めているのはリアリティ番組の元出演者のボビー・ノリスさんで、ウェブ上で署名を集め、イギリスの議会の委員会でも議論が始まりました。ノリスさん自身も番組出演後 SNS 上で死んでしまえなどの誹謗中傷を浴びてきました。ノリスさんはアカウントをブロックしても再び別なアカウントから中傷を繰り返す捨てアカ問題に対処するため、 IP アドレスをブロックしたり追跡したりする必要があると訴えています。ノリスさんは、オフラインで犯罪となるようなものはオンラインでも犯罪とされるべきだと話していました。うん、これ複数のアカウントから中傷を繰り返している、同一人物を取り締まるということですね。はい、日本でも匿名のアカウントでの誹謗中傷が問題になっていますが、世界的にはソーシャルメディアに投稿を行っている人物を運営事業者側が把握すべきだという考え方が広がっています。この考え方は顧客のことを知れという意味で、ノーユアカスタマーとも呼ばれています。専門家は、この考えでもやはり完全な匿名性をなくしてしまうことについては懸念を示していますが、ソーシャルメディアが日々の生活に欠かせないものになり、一部では法律に抵触しかねない投稿も行われるようになっています。その点、発言に責任を持つという意味で、利用者の実名が把握される必要性は高まっていくのではないかと取材を通じて感じました。今後こうした議論がどのような方向に行くのか注視していく必要があると思います。はい、国際部の曽我太一記者に聞きました。この後は定年後のお金について、一定の収入がなくなる中で不安がつきまといますよね。マイビズ田中キャスターです。マイビズ毎週木曜日はキャリア&ライフスタイルです。今朝のゲスト、作家の楠木新さんです。楠木さんは2015年に生命保険会社を定年退職し、在職中から取り組んできた定年退職者への取材を続けて著書定年後を出版、ベストセラーになりました。で、今朝は楠木さんに老後の不安の正体はというテーマでお聞きします。楠木さんと電話がつながっています。楠木さん、おはようございます。おはようございます。老後の不安といえばやはりお金でしょうか？そうですね、お金のことはやはり皆さん気にされてますので、はい、
巷では定年時にですね何千万必要だとかですね、老後破産とかそういう情報が結構溢れてるんですけども、昨年も金融庁の金融審議会が出した報告書の中でですね、公的年金だけでは2000万円が不足するといういわゆる2000万円問題が大きな話題になったことも含めてですね、老後のお金のことについての関心は高いと思いますね。ただ実際にこの老後について、お金も含めてですけど多くの人が不安に思っているでしょうね。そうですね、実際上 の金融広報中央委員会の世論調査というのがあるんですけれども、それですと多少心配な人も含めますとですね、ほぼ8割以上の方が多少は心配していると心配であると答えてまして、でその心配の理由としてですね、一番の理由は年金や保険が十分でないからということで考えている方が多いと。で私の周りも取材していた方もですね、何らかの心配とか気分的なもので持ってる方が多くてですね、ある程度一定額の退職金とか年金をもらってる人でもですね、どちらかというとこう守りの姿勢でですね過ごされてる方が結構多いかなと。これはある程度仕方がない部分があると思うんですけれども、そういう印象ですね。楠木さんご自身、60歳で定年退職されているんですけども、ご自身の体験ではいかがですか？そうですよね、私自身は60歳で定年退職しまして、少し取材とか物書きの仕事に入りましたので、定期的な収入がなくなったので、証券会社でですね、財産のシミュレーションというのを受けたことがありまして、でもずっと90歳までですね、シミュレーションしてくれたんですけれども、私の場合は90歳あたりでですね、財産が枯渇するというかマイナスになるという結果が出たことがありましたですよね。で、実際上私自身は生命保険会社に長く勤めていたので、ある程度財産管理とかは意識はしていたつもりなんですけども、少しこの時にはこの90歳で財産がなくなるという、シミュレーションに少し驚いたことを覚えています。人生100年時代と言われますからね、90よりも長生きしたらどうしようかってなってしまいますよね。そうですね、今だと90まで生きることも普通にですね、あることですので。ただその、シミュレーションを受けた時にちょっと気になったことがありまして、そのシミュレーション自体はですね、60歳で定年になった後、無収入という前提でですね、シミュレーションが行われるわけなんですけれども、実際上はですね、60歳以降で働いている方が多いんですよね。特に最近は雇用延長ということになりまして、65歳まで働かれる方もですね、非常に多くなっていることが一つとですね、例えば65歳からですね、アルバイトで月に8万を稼いで年間100万ということに考えますと、65歳から75歳ぐらいまでアルバイトでつなぐとすると、そこで1000万程度ですね収入があることになりますし、夫婦ともども働けばですね、その倍の金額があるということで、働くということが非常にこう勘案していく必要があるのかなというのを非常にその時感じましたですよね。なるほど。その時のシミュレーションで思ったことはですね、その90歳ですから当時で言うと30年後から逆算してですね、今いくら持ってる必要があるかとか、これからどう過ごしていくかということなんですけども、少しそういうほど遠い30年も先から逆算することでいいのかというのはちょっと気になったことを非常に覚えています。そうしますと楠木さんはどういうふうに考えを変えられたんですか？考えを変えたというよりも、いろいろ当時からも取材、定年退職者の方は取材をしてましたので、取材していた方を見てますとですね、やはり思ったのはお金だけの問題ではなくてですね、自分の未来に不安があるので不安を抱えている部分も大きいんじゃないかなということにですね、少し気がついたということなんですね。お金だけのその不安じゃなくて自分の未来への不安。そうなんですね。具体的にどういうことですか？はい、具体的にはですね、取材した人で言いますとですね、一人の方は現役時代メーカーで勤務された方なんですけれども、その方は60歳を過ぎてですね、人材派遣会社とかハローワークで仕事を見つかるかと思って探し出したんですけど、実はなかなか見つからなくってですね、
で当初雇用延長した時の金額ぐらいは収入はあると思ってたんですけど、そういう収入先がですね見つけられなくて、数ヶ月なかなか悶々とした人がおられたんですけれども、で結果としてですね数ヶ月後に就職先が決まって、給料もですね想定の金額よりは少しかなり少ない金額だったんですけれども、彼が言ってるのはその勤められない苦しさに比べると、こう勤めて金額が少なくても働けることの非常に喜びを感じたということを言われてましてですね、で皆さん収入ばかりを気にするんですけれども、彼も支出のところを少し切り詰めていけばなんとかなるもんだというふうに言われたことが非常に印象的だった方がおられますね。働く仕事が見つかって、まあ、言ってみれば少し未来への不安が和らいだということですね。おっしゃる通りですね。ですから先ほど言いました未来への不安という部分とお金とかひっついてあったと思うんですけれども、働くという未来の不安というのがある程度解消されるとお金の不安もですね少し和らいだという方ですよね。でもう一人の方はですね、この方も定年退職して雇用延長の条件が非常に良くなかったので自分で仕事を探さないといけないということでですね、朝はスーパーの仕事とですね午後は少し前の仕事に近いところのお手伝いの仕事をしている方なんですけど、この人で面白かったのは事務職をずっと長くやってた方なんですけども、スーパーの その朝の仕事は荷物の運搬とかですね体を使う仕事だったんですね。で初めはすごい抵抗があったみたいなんですけれども、結果的には体を使って働くのは思ったよりこうすがすがしいと、人間ドックなんかの結果も良くなってですね、なんかこうそういうことでリズムがついて元気でやられてる方もおられますよね。当初はこの方は両親の介護もありまして、お金の件は結構不安を持ってたんですけれども、結果としてはそういうふうに元気で働く過ごせるようになったということで、いい顔しながらですね過ごされてる方もおられますね。お金の不安だと思ってたら実はやることが見つかったら元気になったということですか。そうですよね、体を使って働く喜びみたいなのを得たというようなことでですね、そういうふうに考えていくとその安心感というのはですね、将来も何らかの形で働き続けることとかですね、日常の生活を整えることから生まれるのかなと。で先ほどのお金の不安というのはどちらかというとその頭で考えたですね不安にとらわれている部分で、不安を解消するのはですね安心だと思うことよりも実は行動していくことなんだということを取材でですね非常に感じたことをこう実感していますね。漠然とお金の不安でも入り口で止まってしまっているけども、まず行動を起こして自分の未来やりたいことを見つけましょうということですね。そうですよね。ですから30年後の未来よりも今現在をきちんとですね、働いたり生活を整えることによってですねその不安というのは結構解消するもんじゃないかなというふうに思ってます。楠木さんどうもありがとうございました。どうもありがとうございます。今朝のマイビズは作家の楠木新さんにお聞きしました。